209KKO34 編成の前哨塔が固めとなり運行されました。6月4日、209KKO34 編成の千葉型の前哨塔が玉切れして固めとなりました。209KKO34 編成は、JR 京葉線車両の209系として唯一残っている編成です。現役の209系では、唯一の10両貫通編成でもあります。習志野電車区所属時代の羅志67編成、浦和電車区所属時代の浦81編成を経て、2008年から京葉車両センターに所属し、現在も京葉線を主に活躍しています。今日4日は、15運用に充当されていました。この運用中に、千葉側の前哨塔が玉切れとなりました。レアな固めでの運転となりました。KO34 編成が固めで運用入りが目撃されるのは昨年11月以来約7ヶ月ぶりとなりました。本日4日の運用は京葉車両センターに入庫する運用となっており、前哨塔が玉交換されるとされています。これで、6月4日の KAB ニュースを終わります。